座最年少の大将がいらっしゃるお店にやってまいりました。寿司りょうさんです。早速中に行ってみましょう。レッツゴー。寿司りょう店主の佐々木です。佐々木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、お若いですね。そうですね。おいくつですか？今年で25になりました。25歳。はい、すごい。私26歳なんですけど、同世代として25歳で一つのお店を持つってことは本当すごいなって思います。いやいや、でも気づいたら本当こんな感じになった。気づいたらいつオープンされたんですか？去年の7月の7日にオープンしました。この時まあ24ですね。すごい、24歳で。え、でも早い方なんですか？そうですね、もう多分いないと思います。ですよね、はい。修行はどちらでされてたんですか？はい、銀座1丁目にある寿司高橋というお店で修行してましたね。で、そこで6年間そうですね、大体バイト含めて6年ですね。出店された経緯は何ですか？経緯は、まあもともと先に出店するよりも辞めるって決めてたので、でもやっぱりあんまり次のところで修行しようとは思わなかったので、だから、あとどうしても自分でやりたいって気持ちがあったんで。すごい、まあ、今のタイミングかなと思って。どういったお客様が多いんですか？まあこういう土地柄もありますし、ちょっとお金持ってる方もいらっしゃいますし、でもなんかでもちょっとお寿司食べようかなって来てくれる若い方もいらっしゃいますし、ふわーっと。そうですね。この銀座というか築地に開いた理由とかなんかあるんですか？いや、もともと銀座でやりたかったんです。あ、絶対銀座っていうのは外さないと思ってて、はい、もうどうしても銀座以外は嫌だと思ってたんです。入ってきてその内観が、私がイメージするもう、はい、ザ・銀座の寿司屋さんっていう感じです。あー、そうです。内装でもなんかこだわりとかありますか？まあ、もともと居抜きだったんですよ。ちょっと有名なお寿司屋さんがもともと入ってらして、でもあとは自分の好きなように天井とか床とか壁紙とか、はい、まあ、あとトイレとかは全部変えましたね。ちょっとあの握っていただけるっていうことなんですけど、はい、いいですか？はい、やったー、楽しみ。アジです。アジ、え、何ですかそのタレ？イクラですね。イクラを裏ごして、はい、それを煮詰めたソース。すごい、見て、これ多分何かけても美味しいです。本当に。でもこのこれがベストの組み合わせ。そうですね、アジが一番いい、アジ美味しい。意外と光もんとイクラ合う。めちゃくちゃ合いますね、はい、中トロです。中トロです。はい、あ、すごいツルツルしてる。見て、程よい油が。いただきます。どう？油がめちゃくちゃ美味しいです。さっぱりしてる。さっぱりじゃないな、いい油。そうですね。まあこの時期なんでまだ油乗ってて。コースですか？そうです、完全お任せ1本でやらせていただいてます。内容はね、おつまみが5、6品と、あと握りが10貫から11貫で、最後に卵とお椀が出て一通りになります。おつまみにもすごく力を入れてるってことですか？そうですね、あんまりお寿司屋さんっぽくないかもしれないですね。あんまりそのシンプルなものを出さないようにしてます。一人当たりの単価ってどれぐらいなんですか？今は2万円ですね。税別2万円でやらせていただきます。予約方法と予約状況について教えてください。今は全然予約できます。で、予約はお店にお電話でもいいですし、はい、あとインスタもやってるんで、わ、インスタ DM、 はい、はい、僕に DM 直接でも大丈夫ですし、 DM で OK だそうです、はい、あとは食べログからも大丈夫ですし、ネット予約も受け止まってます。あの、新店ということで理想のこういったお店にしたいなとかありますか？まず自分が認められて、1ヶ月くらい予約取れないようなお店になりたいですね。常に1ヶ月はもうお席が埋まってるみたいなお店を作りたいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私もすごく刺激を受けました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次回お会いしましょう。またね。奥様と二人三脚でやられてそうですね。ハリウッドスターとかも、ウィル・スミス、はい、いただきます。